せーの、下町上町中町です。始まりましたということで、今日は何ですか？今日は究極の二択。はい、ということで久しぶりに究極の二択をやりたいと思います。マイナビさんが調べたなんかやつみたいな、うん、見ていきます、はい。まあちょっと恋愛編かな、結構恋愛感が分かる質問、究極の選択だから気になってる人とかにこれを二択して相手の性格を探っていこうよみたいなことが書いてありますね、はい。行きます。誰に探られればいいんですか？兄弟でやって兄弟でやって、誰の需要が、いや、俺らの探みんなに教えようっていう。行きます、はい。の前にちょっと俺話したい話だったわ、うん。昨日定食屋行ったのね。そしたら後ろに久しぶりに集まった24歳の女の子の集団がいた、うん、5人か4人か、うん、でもめっちゃもう盛り上がってたね、うん、本当に席としては大外れ、うん、まず大外れで俺も気づかれたな、うん、みたいな、うん、なんかすごい楽しそうなんだね、うん、もう帰りたくないみたいな、もうハイタッチとかしたりしてるから、あ、可愛いなと思って、うん、まあちょっと話しても聞こえちゃってたから聞いてたのね、うん、そしたら本当に仕事がめんどくさいってみんな言ってた、うん、もう本当明日会社潰れないかなとかもうそういうこと言ってて、うん、わあみんな社会人だなと思ったの、うん、俺らってさ、仕事がだるいんじゃなくて、うん、朝早いのがだるいじゃん、うん、これめっちゃ幸せじゃないって昨日の夜ご飯で気づいて、うん、これめちゃくちゃ幸せだなっていうのを感じました、はい、その応援のみんなのおかげで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャラいって、チャラいって髪も相まって明るくない髪？明るい。もうオレンジからちょっと金色になってない？え、嘘、オレンジだよ。めちゃオレンジは金だよ。嘘。うわ、驚かないです。やる、マジでやると思った。マジでやると思ったわ、こいつ。絶対やると思った。その知ったかぶんなし、あえば。知ったかぶんなっていうか。うん、まだ23年しか一緒にいないだろ。言い過ぎだよ。言い過ぎだろ。じゃあ行きます。親友と好きな人がかぶったら、譲る？譲らない？譲る？うん。羽生？譲る。恋愛をめぐって友人関係にひびが入ってしまうことも多いもの。だからこそ、恋愛を取るか友情を取るかで考え方がわかります。だから恋愛重視なのか友情重視なのか。全然友情重視、うち。あ、だからまあうちそうなんだ。うちはだってまず、うん、友達の好きな人好きにならない、絶対に。え、じゃあちょっと好きな人できたんだけどお互い相談がある、うん、でお互い言ったらたまたま一緒だった、うん、マジどうぞっていう、もうその場で、その場で、その場で、えー、じゃあマジで、え、あっちもじゃあやきなやきなって思ったらその譲り合いになるじゃん、絶対に、うん。いや、なんかその男の、男やめて、もう男やめて、その男の対応っていうか今までのその実績によるかも。その友達にめちゃめちゃラブコールとか、あー、なんかめっちゃ思わせぶりしてたりとか、あやともなんか同じ対応取ってたりとか、めっちゃ電話してるとかだったら、なるほどね、譲るって言われてもいいって照らし合わせるんだ、うん、本当にこいつは大丈夫だって、うん、なるほどね。まあまあ、それそうか、絶対やだやだやだ。そうだよな、それで友情関係の方がめっちゃ大事だもんな。うん、友情の方が全然大事。じゃあ次いきます、はい、え、順平は？あ、でも興味ないか、誰も。ちょ、やめてやめて、俺もやる俺もやりたい、俺もやりたいんだけど、俺も譲るかな。まあ、太郎の勝てないいや、勝てないって言われない、そういうことじゃないから、お前いきます、うん、じゃあ、先答えさせて、次俺、うん、選ぶなら、お金にルーズな人か、うん、時間にルーズな人。これ恋愛的にね、うん、俺は、お金にルーズな人を選ぶ、うん、時間にルーズな人の方が嫌だ、うん、付き合う中だよね。うん、でお金ルーズってどういうこと、これ。バンバンお金使うってことでしょ。俺のお金もなの。え、見して。俺のお金じゃ自分のお金じゃない。自分のお金だって全然。でも結婚前提。ああ、借金とかも作っちゃうぐらいのかな。もう究極言うと、もう究極、マジ究極の二択だからこれ。そうだよね。か、ああ、24億。いや、それ時間でやばくない？24億が10時間ぐらいルーズ。どっちが強制できるんだろう、時間とお金って。なんかもうデートとかも10時から車でドライブして、うん、熱海とか行って、うん、旅館っていう、うん、プランね、プランなんだけど、うん、夜の9時でやりすぎ。ちょっと待って、朝10時で経過しててね、夜9時でやりすぎ。ちょっと待って、待って、それ何、そんなやつと付き合う？どっちか、だから9時ででもう旅館にただ泊まって寝るだけで、あと帰るだけ、うん、何もできない。ご飯もう食べちゃってる。超難しい。この中町兄弟で、ここで撮影、この、じゃあ順平の部屋で撮影、でももうずっとここで見てる。なんだよそいつ。そいつマジなんだよ。時間にルーズな人が嫌だ。だからお金を選ぶ。ええー、結果自己責任だよ。うん、
結婚してないの。これ付き合ってるわけじゃん。え、でももう親とかにも紹介しても子供できました。結婚はしない。じゃあ子供できた。それやりすぎ究極にしすぎ15 15年、うん、稼いでますね。違う違う、そういうことじゃねえわそういうことじゃねえわそういうことじゃないけど、中松家の大黒柱お前だよお前なんで大黒柱。あやは絶対時間、え、時間を選ぶ。時間にルーズな人を選ぶ、うん、朝10時にデートしようで、うん、結局9時に出る人で、うん、でもあやもう OK 寝てるならもう他のプラン考えて9時まで友達と遊んで、でそっから泊まるから。待って、いい女すぎないちょっといい女の回答出てるそんなのありなんか。友達多いから、友達でなんとか、あと犬とかでドッグランとか連れてって、でも自分でご飯とか作ってで一日自分で充実させて起きたらまあ行く。それあるだろ、俺そっち行くのダメだよ。それあるだろ、もう選んだら、一回選んだらもう変えられないっていうルール、これなんだよ。もうそれだから今このバトルしないと。あーそういうことね、うん、あ、ここでやり合おうよとか、うん、そうそう。で、うん、でも子供や、それも子供いる、子供いる。 で朝学校子供全然行かない。で、あやは子供、子供が全然子供、学校行かないってどういうこと。例えば話変わってくる。話変わってくるでしょ、うん、俺もそうでした。違うじゃん、元の話が違うじゃん。で、あやはもう仕事してます、うん、あ、今の生活のまま、うん、で、彼氏がいて、彼氏も子供がいる、うん、で、彼氏側、旦那さん側に子供の面倒ちょっとやるし、うん、朝はあや早いからって言って、うん、早いこと多いじゃん、うん、だから子供よりも、まあ、まずあやは先に出ます、うんうん、仕事で、うん、旦那さんに子供を任せてるんだけど、うん、学校に行けないの、うん、時間ルーズだから、うん、子供がもう毎回5時間目から行く、うん、ぐらい、もう緩いというか一緒に寝ちゃったり、うんうん、時間ルーズどっち、うん、それはなんか、まずお母さんに来てもらってお母さんに面倒見てもらっていや、それはお母さんで、で、シッター、シッター頼みます。シッターやばい負けた。だってお金って自分が自分に何もない15億だよ。何の得もない15億。15億の中にミスド100万円分買えるチケットとかあるのであれば、まだ、ね、まだふるさと納税的なね。そうそう、うん、でも15億全ての無のお金と無のお金、一生80、90までそれを借金のためにまあ言っちゃえば赤の他人のこの、え、まあ、離婚ありですか。離婚なし。なし逃げれないから、もう順平、もうその借金も順平のものとして。でも待って、20億で、うん、あとは完璧なんだよ。うん、完璧。でも、あ、20億じゃない、15億。15億であとは完璧なんだよ。マジ完璧。15億。いや、それだったら15億じゃない。うん、あ、やだ。15億円だから理想の相手を変えるみたいなことだよね、うんうん、本当に全部が完璧、もう文句一個もないまま死ねる。大丈夫です、私が完璧です。次じゃあ負け？負けでいい？だって正直こっちになりたいでしょ。相手は仕事してない、それは。時間ルーズすぎて仕事できないよね、つまり。あ、でも本当1時間あればサクッと1日300万を稼げる。何そいつそんなそれさ、それやばいわ。そんなのやばい、そんなのやばい。でも1時間集中してサクッとやれば300は盛りすぎかな。1日100は稼げる、その1時間で。月収3000万でしょ。そう、したらどう考えてもそっちだろ。それ月収20万でしょ、うん、そいつは1時間しか仕事してない。無理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 、それは無理。それだったら調子で合わない。だからまあ1日50万だな。1日50万を稼げる。1500万で月、うん、絶対そっちだ、ずるじゃあ私の勝ちで。はい、これも合うな多分。選ぶなら、うん、性格の悪いイケメンか性格がいいブサイク。まあ性格が悪い可愛い子か性格がいいブサイクの子。え、性格悪いってどういうこと。多分最悪何、人として最悪何。例えばポイ捨てする、まず犯罪者とか。犯罪者って性格悪いのそのせなんかさ、犯罪者性格悪いってちょっとむずくない。そのどうなるの、性格悪い。性格悪いって何。例えばめっちゃアヤに悪口言ってくるとか。アヤの悪口言ってくるし、何そんなブスなのとか言ってくるし、周りの友達とかにも、あやってめっちゃキモくてとか、その家でのキモいこととかめっちゃ言いふらしたりする、うん、嫌じゃん、うん、え、でも顔は、顔は誰。顔は平野紫耀。でも性格悪いから、ほんとポイ捨てもするし、あの、歩きたくもするそういう性格の悪さなのかな。で、うん、親とも全然仲良くない。うわぁ、それ性格悪くない、うん、え、じゃあこっちは逆に、ブスは。性格がいいブスは、これブスで人出すのやばくない。あ、順平、そうすればいい順平かいやでしょ。いや、でもだったらだいぶ俺でしょ、性格いいよ。え、待って、お兄ちゃんに比べるとちょっと話が変わってくるから。俺ね、世の中でブス対決してるのよ、うん、YouTube でジュキパッパの方で、うん、ウンパルンパと俺でブス対決して、うん、俺よりもブスだった、ウンパは、うん、世論が、うん、だからこれは一回ウンパとしてやろう。分かった。ウンパがブスとかじゃなくて、ウンパを例でね、うん、
まあいいや、ウンパブスだわ今あいつブスだわ、いいや、ウンパ、性格いい、だからもうウンパだよね。もう何でも心広くてみたいな、うん、結婚ね、しかも結婚はこれは付き合うんだったら平野翔になるのに決まってるから。俺は完全にブサイクの性格がいい。結婚って言ったらそれ、そう平野翔無理だよ、絶対無理だ。いや、まず、まず犬も、犬も一緒に外出ない、もう家の中だけ一緒にデートとかマジしない。え、でも犬とかね、足でちょっとね、邪魔で。え、だから合わせない、別居それ意味ある？結婚してる意味ある？そんな無理やり。だからもうほんとその遺伝子だけいただく。遺伝子だけ欲しいんだ。え、そんな子になってほしいの？あやが将来結婚するときに、いや遺伝子だけ欲しいとか言わないでほしいわ。いやー、でもこれは正直もう負けてるでしょ。負けてるっていうか、あやもこっちでしょっていう。いやー、でもあやほんとにイケメン好き。でもまあ犬パか、こう考えてもそうだよ。じゃないと俺らやってられないよ。え、じゃあ付き合うにして、付き合うにして、結婚じゃない、付き合うにして。結婚全然の付き合い、うん、親とかの紹介する付き合い、うんうん、深い付き合い、うん、だからまず平野翔。なんでもう結婚しない？え、だからそれやばいし、まず経験として平野翔くんを拝む。いや、だから幸せなの、それって。幸せ、普通に、普通に経験として。経験としてとかずるくない？何が？そんなんだったら俺も経験として。え、でもマジでガッキーと生きて、ガッキー、ガッキー、でもガッキー経験として。でもガッキーマジで毎日殴ってくんだよ。え、平野翔毎日殴ってくんだよ。え、でもアイア避けれる。俺も避けれるじゃん。え、でもそのアイアが女の子をちょっと倒すぐらいの、まあ、軽いやつでも、ガッキーはもうほんと、ほんとにガチのやつ、毎日、しかも顔面。それと性格悪いっていうか、精神的になんかあるよね。性格悪いっていうか、病院連れてくもん。そんなこと、毎日そんなことで、ガッキー病院行こう。だから、ガッキーはガチのやつ、純平に。だから、ああ女の子が男の子にするガチのやつ。でも、ああ平野翔奈は、男の子が女にする弱めのやつ。え、シチュエーション、シチュエーション、どういうタイミングで殴ってくるんですか？え、だから、邪魔とかも。邪魔！あ、分かれます。分かれます。ガッキーが、ガッキーが邪魔！ガッキーなんだよな、経験だよな、殴られるのはむしろでも、でもだよ、それ絶対幸せじゃない。1週間できつくない、そんなやつ。でも周りにめっちゃ自慢できるよ、うちの彼女ね。外面めっちゃいい、外面めっちゃいい。外面も悪いよ、それ。うん、性格悪い。外面はめっちゃいいので、家の中だけマジ最悪だったらどうする？で、別居ありなんでしょ？別居なし。なんだよこいつこいつずるいよ、ずっとずるくない？こいつ別居なしか。で、家での態度が本当に悪いだけ。外面はめっちゃいい。それこそ犬にもひどいね。ひどいひどいひどい。ひどいって言っても、あれ。で、まあハウスすることもできるから。まあ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 、そうね。平野翔が家にいないときは、ガッキーとかがいないときは。いやー、性格いいわ。じゃあどうする？性格いいわ。何にする？マジでいい。ご飯作ってくれるとかも入る、性格いいに。うん。でも毎日大好き、愛してる、周りにすっすごい自慢して、もううちの彼氏本当にいて、もう飲みにも行かない。あー、でもう、あの、機嫌悪いことがない、ずっとハッピー。だから、ちょっとあのさ、経験としてなしにしない、やっぱり。なんで？だから経験として、俺もガッキーと付き合いたいもん。その経験としてっていうことはずるいから。でも、2年は絶対付き合わないといけない。別れたら20億、罰金20億ない、2年は絶対。しかも、一番いい、この、今の年、この一番楽しい時期ね。そう、ガッキーでしょ。な、直ん、待って、直んない、性格も絶対直んない。直りません。一緒になら直していこうみたいな。ない。性格いいブサイクとも2年間付き合うの絶対。うん、3年にしよっか、4年にしよっか。4年、どっちも4年。どっちも4年。性格いいブサイクです、完全に。それは4年なんて心が病んじゃうよ。絶対に仕事うまくいく。浮気あり。待って、浮気ありなら性格ブスいかない？逆に浮気ありの方がこっち有利だよ。だって可愛いことを浮気して家では最高なブサイクかもしれないそんなそう、なんか言い方もなんか良くないけど、最高なブサイク、最高なブサイクの彼女がいるってことだから、浮気はむしろこっちに有利。うん、また付き合うかじゃあ2年付き合っちゃうかじゃあ1回まあそうだな、そうだよな、まあ、それはそうだよな、さすがに冷静に、うん、強かったね、強かった。そう、平野翔くんでもさすがに超えられない壁ある。超えられないね、その DV はさすがに、さすがにね、うん、いきます、はい、好きなことが一緒の人がいい、うん、それとも許せないことが一緒の人がいい、うん、どっち？これね、やったんだよね。やったんだ、自分のチャンネルで。ああ、愛はどっちって言ったの？あやは好きなことが一緒って言ったけど、トウワとリホちゃんには論破された。ああ、負けたの？ちゃんと負けた。だからちょっとどっちの気持ちもあるって感じ。どっちの気持ちも分かるよって感じ。ああ、なるほどね。あや、まずあやの言い分なんだ。好きなことが一緒の言い分。え、好きなことが一緒の方が楽しい。シンプルにね。シンプルに。チルとか海行くとか、海外のドライブとか好きとか、ね、そう、好きな音楽が一緒とか、うん、好きな映画が一緒の方が楽しくてよくない？まあ、その全く違くて、彼氏がじゃあもうほんとインドア、うん、で、ゲーム大好き、うん、映画も、うん、ホラー映画しか見ない
やだなぁ。でしょ？やだ。一緒にいてさ、嫌じゃん。楽しい方がいいじゃん。まあ、そうな。じゃあ、あやの許せないことなんの？やっぱ許せないことは、その浮気の範囲とか、浮気のその、許せるラインとか、あと何？掃除問題とか、部屋の片付け問題とか、そういうの、許せないっていうのは。なるほどね。うん、でもそもそも俺って、多趣味じゃん、結構。うん、だから、いろんなこと好きじゃん。うん、だから、その人の好きなこと好きになるぞ、俺多分。うん、だから、許せないことを一緒の方がいいかも。好き、多分俺ってめっちゃミーハーだから、うん、全部軽く触ってるの、うん、いろんな趣味を、うん、だから多分その子がホラー映画好きだったら多分ホラー好きになると思う、から許せないことかな。なるほど。その意見も聞いてないの、うん、いろいろ聞いてっていう感じで負けたんだよね、きっと。そうトイレ行ってきていい？ダメって言っても無理でしょ。いや、ダメって言ったらマジ我慢する。いや、大丈夫。まあ、あやとかは特にかもな。これは洋服にこだわりがある人が好き、うん、がない人が好き。じゃあ、せーので言う。せーの、ない人。これ簡単だね。簡単。ない人ってことは自分色に染めれるってことだよね。うん。あ、OKOK。簡単。結婚相手より先に死にたいか後に死にたいか。せーの、あと。なんであと、なんであと、なんであと。え、なんか悲しませたくない。自分死んで、すごい辛いじゃん。最後の記憶、うん、バイバイっていう時、うん、そんな感じ。バイバイありがとねって時、あや改札前じゃん。ありがとうじゃんって時は、うん、もうあやの記憶で死んでってほしい。あー、なるほどね。そう、ただそれはそれはいい考えだ。あや、いい女だったなーって、最後にふと思って死んでもらいたいのね。そう、それは確かにすごいいい考えだわ、うん、俺は普通にまず多分死んだ後の手続きとかって本当にめんどくさいから。そっち？そっちをまずもうやりますと。そのもうお嫁さんで、おばあちゃんでしょ、めちゃめちゃ、うん、おばあちゃんに俺が死んで迷惑をかけたくない感じかな、うん、そこ。何？それが一瞬で思いついたんだけど、でもあとにその記憶に残る、うん、それすごくいいと思う、うん、だって後に死ぬ人は最後おばあちゃんの記憶じゃないってことだもんね、うん、誰か孫だったり、うん、その記憶に、まあ、それもいいんだけど、うん、確かにね、それはそうかもしれないよ。本当に好きな人に恋人がいたら諦めるか諦めないかけど、これはもう本当に好きになっちゃった、好きになっちゃってから知ったというか、うん、もう大好きになった感情で、うん、え、それさ、もうそろ別れそうとかない？その条件プラスとは言いつつじゃない？そういうのって正直別れそうなんだよね、で全然別れてない。せーの、諦めない、諦めるるるるるごめんなさい、るるです、るです、るです。でもダメだよ、もう一回行ったことは変えられないから。違う、違う、はい、バトル。あや、あや、違う、あや、待って、あや、待って、ダメだよ。じゃあもう俺ほんとこれ現実で起きてる。あや、俺現実で起きてる。俺これ現実で起きてんの、みんな。これ実は恋人、え、何？いい感じだと思ってたら、その子に彼氏いたの後々発覚する事件あったじゃん、俺。え、あったっけ？誰？誰かは言いたくない。あったっけ？誰かは言いたくないんだけど。あや、知らない？知ってるよ、お前。もう有名な話じゃん、俺の中では。あやの記憶ない、その順平のエピソード全部ない。ほんと1年前ぐらい、1年前のクリスマスとか。あ、もっと前、もっと前、あ、もう1年半前ぐらい、もう、いつだっていうぐらいの。あー、あのバーで会った話。あー、もうこのまんま同じ状況が俺あったのよ、うん、本当にみんなに恥ずかしい話ですよ、これもうめっちゃ何年前の話だから言いますけど、うん、俺ちょっとワンちゃん好きな人できたんだよねみたいな時期あったのよ、うん、で、あやとかと、まあ、えなびとかもいたな、うん、とうわとかもいて、相談みたいな感じで言ったのよ、うん、そしたらみんながちょっと待ってみたいな、うん、その人彼氏いるよみたいな、うん、終わったアーメンと思って。俺その子の親とかにも会ってたの、うん、だからまさかと思ってたら、うん、そういうことがあって、で俺は諦めるの、うん、きっぱり諦めるから。え、それさ、え、彼氏いるよって言われた瞬間、あ、もう冷めたの？やばって思ったの。あ、彼氏いてしていい行動じゃないから俺に対して、うんうん、っていうので、あー、やっばこの子と思って、うん、冷めたの、うん、諦めたっていうか、これ冷めるのよ。冷める、冷める。そうなの、そうなの。だって他に愛してる人がいるんだぜ。うん、本当にそう。でもこうやって不倫とかもそういうことじゃん。うん、本当に愛し合っちゃう不倫ってあるじゃん。うん、ドロドロの、なんだ、昼、なんだ、昼、朝顔みたいな。昼顔みたいな、ハマってる。昼顔、昼顔って本当に、本当に好きになってるね、お互い不倫で、うんうん。突破するとね、諦めれなくなっちゃう。でも、じゃあ、こういう場合だったらどうする？もう、その彼氏はいるんだけど、うん、もう冷め切った状態で、うん、本当になんていうの、うまくいってない、全く。うん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 、で、相手は別れたいんだけど別れられない、なんか握られてたり、例えばだけどね、そう、うん、なんか本当別れたい、もう全然うまくいってない、うん、で、そこで順平といい感じになっちゃって、うんうんうん、でも別れることは絶対ないってことだよね。でも
もうその子の気持ちはその彼氏よりももう100順平なの。あーなるほどね、うん、でも彼氏はいる、うん、どうする。でもやっぱダメか、諦めるな俺は。諦める。でももうほんとその子はもう順平のこと大好き、マジで。もうしかもガッキーやね、もう多分ガッキーマジガッキーやね、うん、星野さんに。そうもう冷め切ってて星野さん冷め切って俺できてるガッキーめっちゃアホやん、ガッキーめっちゃアホやん。うわぁ、なるほどね。でも全然うまくいってない、うん、お互い、うん、でも月曜日から金曜日までは星野さんといないといけなくて、土日だけは唯一純平と本当の愛し合ったデート、本当愛の2日間。なんかもうガッキーからも毎日明日楽しみみたいな、土日のために毎日頑張って生きてますハートみたいなメールくんの。え、それって逆に俺は浮気というか、俺は他にも言っていいと。例えばだけど、いやでも純平もガッキーにガチガチ好き。結婚してるか付き合ってるかによる。結婚。結婚だったら諦める。犯罪でしょ、うん、ダメだよそれは。あ、じゃあ付き合ってる。行く行くけど、きっともうそういう関係になった時点でどこかでこの人とはもう付き合わないんだろうなと思ってない。好きだけど。いやでもあっちはもう本気、本気なんだよねガチ本気。じゃあ綾はどうするの。また新たな形の恋愛になろうよ、恋愛しようよみたいな感じ。言うたら一夫多妻制ないけどするんだ、まあ、そういう感じの、うん、あやは平野翔くんが彼女いて、うん、同じ状況でそれもう最高、あったら最高、最高な平野翔諦める。諦めるって何ですか。諦めるっていうかやめる。あ、やめるね。やめる。全然なんかあや本当に無理だからそういう人生理的にね、うん、ああなるほどね。本当に無理だから魅力もまず感じなくなってくるその時点で。ああはい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 、うん、あやだけって人が好きだから。やばいやばい。でもさ、そういうのなしじゃん。一回何が何が本当もう完全にっていう話だろ。そうだよそうだよ、完全にだけど心のどこかに不安があるわけじゃん。あ、不安のある恋愛好きじゃないから。あそう、あやしか見てないみたいな人がいいから。どんなに、いや、俺もだよもちろん俺もだよ。ダメダメダメ、そっちでしょでもそういう関係を 2,3 ヶ月は続けちゃうかな俺は。ちょっと楽しんで、でも最終は絶対に俺は諦めると思う、うん、けどそこできっぱりその聞いた瞬間に、あ、じゃあもうガッキーとはならないから。それ聞いてもガッキーがその感じだったら 2,3 ヶ月まあ遊ぶじゃないけど、うん、なんかこんな感じはいはいはい、で何ヶ月後かにもきっぱりとお別れは告げるかな。いや絶対行かない、遊ばないわ。なんで。自分の価値が下がるってこと。うん、俺は自分の価値を下げてもガッキーと行く。うん、だよね。だってあやとチャンネルしてる時点で自分のプライド下げてないからあやとチャンネルしててこれはもう絶対だ。もうこれ分かれるな。ここは分からないだろうけど、結婚する前は同棲しておくべきかしないでもいいか。それはさ、ある程度その相手の家の感じとか分かんの。あーなるほどね、うん、どっちに住むの。まずそこから話し合おう。え、どっちに住むとかね。一緒に住む家ってこと。新しくまた借りる。あ、新しくね、うん、同棲するってなったら、うん、2人で新しい家に住む。うんうん。で別にあやとか家具選べる。うん、普通に。うん、同棲しないだったら、うん、相手の例えばじゃあ性格をめちゃめちゃ知った上、うん、もう2年付き合ってる。あーはいはいはい、2,3 年付き合ってて、はい、もう本当に、うん、本当に理解してるけど、うん、ただ一緒に住んだことない。オッケーオッケー。で、半同棲もなし。だから1週間住んだことあるとなし。オッケー。もう1泊2日がマックス。オッケー。せーの、しておくべき。なんで結婚する前で。うん、なんで。え、普通に何でも許せちゃうよ。え、どういうこと。本当に好きな人だったら、うん、何をされても許す。だって結婚もう結婚って決めてんでしょ、うん、だったらもうその結婚の覚悟がある時点でもう何でも許せる。でも最初はそうなのよ。みんなみんなね、愛のパワーで、ね、同棲したことないでしょ愛のね、愛強いでしょハート気持ち愛があると思うんだけど、うん、結婚する前は、うん、もうこの人決めた、人生この人と一緒に行くって決めてると思うんだけど、うん、やっぱり20年後、うん、やっぱ お互いおじさんおばさんになった時に、うん、ああやっぱもう昔から治んないなこいつってなってくるの。その愛がなくなってくるの。愛じゃなくて、うん、パートナーって関係になってくるじゃん、うん、だんだんね、うん、その上でやっぱり昔から気になってることが治んない。同棲をすると付き合ってる時からもう同棲のせいで喧嘩の数がえぐいのまず。ああ同棲してない時よりね。そうだからその同棲のせいで別れの危機とかもあるの。でもこの話は同棲しても必ず結婚するから。このパターンは別れない、結婚する前だから。でもいらない。じゃあもう結婚決まりました、もうポイントとか出す、で何日に出そうね、うん、それが3ヶ月後で、うん、3ヶ月だけ同棲してみる、うん、わ、うん、
そのなんていうんだろう、もうなーなーになんないで、ちょっと結婚の前の準備の同棲しよう。いや、結婚してから同棲の方が楽しいじゃん、まず最初。まあ結婚したからで、ま、そう、何も変わんないじゃん、結婚して、うん、同棲してたら結婚出しても、うん、言うて何も変わらないじゃん、うん、だし、ある程度お互い2年なんてもう知ってるし、うん、その例えばトイレ立ってするか座ってするかとか、うん、そのどんくらい潔癖かとか、私生活のリズムとかも分かるし、 LINE、うん、とかしてればね、うん、何時に寝てるとかも分かるし、ゲームがどんくらい好きとかも分かるから、うん、ある程度知ってるから、何も知らない状態で同棲しないで結婚ってなったら怖いけど、うん、ある程度知った上だったら、なんとなく、あ、そうだよね、こういう行動取るよねって分かるから、同棲しなくてもいい。ぐさぐさと刺さって今でしょ。俺も同棲しない結婚する前もでしょ。それマジ思ったわ、うん、マジ思ったわ付き合う時に同棲していいことがあんまない気がする。確かに俺ってシェアハウスしたことあるじゃん、うん、運転手とシェアハウスしたことあるんだけど、うん、空とキイチとはシェアハウスしたことないの、うん、けど確かにもうやつらは小学校から同級生で、うん、一緒に住んでも想像できる、うん、大体わかるし、わかる、あいつらのどういう性格で、うん、か、確かにそれ言われたらでしょ、うん、もしキイチと結婚するってなっても同棲しなくてももうわかる、キイチわかるっしょ、うん、ってことだもんね、言いたいの、うん、恋人にするなら何でも許してくれる人か叱ってくれる人。だから嫉妬してくれるか嫉妬全くしないかってことでしょ。例えば、うーん、そうかもね、じゃあもう飲みに行く、もう何でも OK、うん、何にも心配しない、 OKOKOK、うん、全部 OK、うん、か、やだとか言ってくれる子か。でもこれはちょっと叱ってくれる人が有利か。だって叱ってくれる人も許してくれる場合もあるもんね。全部叱ってくるわけじゃないじゃん、うん、でも何でも許してくれる人はさ、叱ってくれないわけじゃん、絶対に、うんうん、これは簡単か、せーの、叱ってくれる人、なんでそんなの今の話の感じでなんでそっち行くの、どういうこと全然何でも許してくれた方がいい。だからさ、嫉妬がないと愛を感じないってすごいみんな言わない？言う。でもマジで嫉妬とかほんといらない。1ミリもいらない、1ミリもいらない。ちょっと俺束縛されたい気持ちもあるから、うん、今の感じだと、うん、ちょっとだけね、その愛を感じたい、うん、その叱ってくれるんで、うん、でも仕事系のとかで叱られたりするの嫌だかな、うん、なんかちょっとプチ炎上するとするじゃん、なんか、うん、そしたらなんか、お前なんでクラブで生きて歩いてんのとか、うん、怒られたくない。でも嫉妬ゼロだよ。純平が YouTube でも女の子と裸で踊りが合ってるとかも、うん、もう何でも、いや俺最終じゃんそんなことしてんの、マジで、やってもまあいいよ全然、もうこの子とエッチしちゃいましたみたいなやつも、うん、もう OK みたいな。そっちの方が楽なのかとかも、プライベートでも飲んでるよって言ったら既読無視。まあでもさ、俺も何でも許してくれる人です。ダメだよ、変えられないから。その冷静にまず自分、俺ダメ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 。じゃあなんか、ごめんごめん、マジで俺の叱るところがあんま少ない、まず。え、あるよ、何も叱ってくれないから。例えば朝とかも起こしてくれない、まず。叱るってそこも入ってくるからね。だし、例えば洋服とかが本当にダサくても何にも言わない。だし、歯に何かゴミとか詰まってたりしても何にも言ってくれない。そうです、鼻くそとか鼻毛とか 何でも。で、美容とかも何も教えてくれない。別にいい、それでも。あやも教えてくれない。あやは教えてくれるもん、くれない。だからもう本当に何も何にも。だから感情だから、お前それでいいの？お前それでいいの？うん、逆に、うん、いや、純平はなんかもう本当に危ない。じゃあ今富士山登ってるってなっても何の心配もないとか、今ヤンキーに絡まれたっていう電話、うん、やばい、もう救急車呼んで。呼んでくれないそう、許してくれるとか叱ってくれるとかじゃなくないそれなんか何も許してくれるわ、うん、そういうこと。純平がどんだけどういうことだ、どんだけ危ないどういうことや、ニューヨークのダウンタウンを歩いてても、うん、OK だけ、気をつけてねとかもない。 OK って何なのその OK、はい、はいだけ、はい。風邪とか引いても何にもしてくれない。でも叱ってくれる人は大丈夫とか看病してくれたりとか、もう絶対宅配便は出てくれるしそんな俺が出るわえ、でもあれだよ、だからあの何でも許してくれる人と付き合ったら、うん、今の生活のまんま付き合えるってことだね。何にも誰からも言われず、うん、今の生活のまま彼女がプラスでいるっていう状態になるってことだよね、うん、そしたら何でも許してくれる人だよ。だって俺私生活でだらしないとかあんまないし、正直に、うん、掃除できないとか片付けできないっていうタイプでもないし、起きれないってタイプでもない、うん、だから人になんか やられなくても俺は生きていけるの、まずそもそもが、うん、ってなってくると、え、でも叱ってくれる人の方だよね、最初に言ったからでもあれだよ、何？ 4 秒以内を答えろ。3、絶対に0 0 0 0 0 絶対に失敗する投資の話。あやって結構多分来やすいじゃん、それなんかお金がね持ってる感じだから、うん、で来てもう知ってんの俺は、あ、それ絶対詐欺だ、うん、だけど何も言わない、うん、詐欺に引っかかるの見てる、うん、で、あやが3億詐欺だったんだけど言った時に、え、そうです、知ってたよ、
でも、あややられてんだから、俺別に言わなかった、うん、そんなやつ愛せる、どうどうそんな、そう、嫌じゃないそんなやつ。まず、だって、マネージャーに聞くわよ。教えてくれない教えてくれない、それは当たり前だ、俺も教えてもらえないから、あやから誰も教えてくれない。Google で調べるからいい。ダメ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 、そうなんだね。いいんだよ、Google はいいんだよ、自分で下調べばいいんだよ。人から教えてもらえないだけで自分の下調べが OK。 これ負けても何でも許してくれる人です。でしょ。じゃあ順平が究極考えてよ、最後。あーいいよ、最後ね、うん、50分残ってる。でもトイレ行ってるから。いやいやいや、30秒で帰ってきたわじゃあね、恋愛系だよね。恋愛じゃなくていい。じゃなくていい、うん、透明人間になって、うん、物とかも普通にすり抜けれる、うん、で、例えば車とか乗るとするじゃん、うん、そしたら車も透明になる、うん、もう自分が触れてるものは透明になる、服とかも、うん、の透明人間になれるか、うん、どこでもドア。まあまあこんなことしてもいいことないと思うけど、友達同士の2人の焼肉とかの会にも出席できる、透明。ああ、もう会話聞けちゃう。そうとか、その例えばテレビの収録とかにも透明で行けちゃったりする。簡単すぎてなんかなってないって感じ。なんで？でもどこでもドア、もう本当どこにでも行けるの、うん、一瞬でどこにも行けるの、うん、どっちかでしょ、うん、せーので言う。まあ順平があれ出したから、あやだけでいいか。あ、そう、あや。どこでもドア。それなんで？普通になんか聞きたいこととか見たいものない。いやでも、まあとにかくその体験が楽しいよね。透明になる体験。弱っ、プロモーション弱っ。透明になる体験ってすごく素敵、すごくない？え、だから正直あれでしょ、お金とかも盗めてってことでしょ。そう、もうなんかもう本当あの夜のビトン入れる。夜のビトン入って触った瞬間透明になるの、それ。ああ。言うたら何でも手に入るって感じだよね。うん。ぶっちゃけ。うん、どこでもどう。どこでもドアは、でもあれだよ。何？違法だよ。なんで？あ、ハワイとか行くの。なんで？違法じゃん、一応、うん、パスポート出してないから、うん、だから、こそこそはするよねって感じ。でも、すぐ逃げれるじゃん。すぐ逃げれる。え、けど、どこでもドアって冷静に結構デカめというかさ、うん、結構デカいじゃん、うん、こうやる必要あるよねっていう、うん、でも軽いっしょ。まあ軽いそれは軽いから、普通にまあ女の子が持てるぐらい。どこでもドア。で、透明は、まあ、一瞬、脳で透明になりたいって考えた瞬間に透明になる。うん、どこでもドア。え、でも、目立つよ。いいよ。あいつどこでもドアじゃないってなるんだよ。いいよ、いいよ。で、しかも、どこでもドアは、本当に誰かに取られたら、その、もう帰ってこないというか、わかる、その、例えば、盗まれるとか。絶対盗まれる。そしたらもう自分はもう、次は作れないし、手に入らない。どこでもドア。じゃ、透明になってみたいとか、そういうのない。だって人生つまんなそう、それって。何でも手に入っちゃう。なるほどね。で、人の会話とか聞けちゃって、うん、自分の悪口とかも聞けちゃう、うん、芸能人の裏側とか見れちゃう、うん、つまんない、そんなの人生。まあ、そう。それならどこでもドアで、自分が行ってみたい場所にパッパって行けて。でもどこでもドアでも、あれだよ、うん、人の目立つとこダメだよ。例えば渋谷スクランブル交差点とかに行きたいって思っても行けない。いいよ。絶対に人混みがないとこ。いいよ。だから、例えばあやが、じゃあアベマの収録がありますみたいな、うん、アベマ行こうと思ったら、どこでもドア開けたら、うん、アベマの本当に機械質感で。いいよ。で、そこからこう、いいよ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 。じゃあ、例えば準備どっちなの？透明。出すさ、お前。その、どこでもドア、あと、あ、これ大事、どこでもドアは、一人のみ、あやしか通れない。透明は？透明も一人だけでしょ。触れてれば。はぁ？触れてれば透明で、肩組んでビトン入ったら透明二人で、触れてるものは透明なの、全部自分で。え、それでもどこでもドア、普通に一人で海外楽しく、サクッと楽しめると思う。でも人混みないところに行ってるね。うん、怖いよ。海外の人混み、ほんと誰一人も見られちゃうけど、まずで、どこでもドア、それ何言ってると思う。ほんと、言っちゃうから、どこでもドア存在をバレた瞬間に死ぬ。もう、あの国家機密だから、どこでもドアは。だから持ってて、でもそっちも死ぬよ。もしも、うん、友達とかに、で、その友達がチクったりとかして、ああ、いやいやいや、連合協会とかに言われて、連合協会、うん、言われて、あ、あいつ、はい、射殺です。いや、いいよ。でもその代わりその透明になった友達は死んじゃうもん。死なない。リークされたらもう終わり。だから本当に信用してる人にしか言えない。あ、まあまあまあ、それでもそれでもそれでも、さすがにあやとかあや言う、言わないよ。あや言わないよ、家族好きだから。いや絶対どこでもドアだろ。いやだってまずじゃあ海外じゃなくても、うん、仕事現場とかでも、うん、見えないところさ、アベマの機械室とかになるわけでしょ、うん、全然いいもんね、そっちの方が。でもやっぱ防犯カメラとかで見てる人はさ、なにこれ、なにこれ、あ、でもやっぱ防犯カメラとか映らないでしょ、うん、さすがに不利だから、うん、けどやっぱそのどこでもドアのさ、説明はいけるっていう、あのピンクのでっかいやつ持って現場来て、あ、ワンちゃん、みたいな、
それ何って言われてどうすんの。だから隠しておけばいいんでしょ。まあ隠しておけばいい。だけど鍵とか閉めて、まあ盗まれる可能性もあるかもしれないけど、でもそんな人生をちょっとでも盗まれたとしても、うん、その人生を送れるなら私はもう盗まれたとて、うん、その盗まれる期間までは楽しくこのいろんなところに行けて、だってあれだぜ。なんだぜ TGC も熊本も自分家から熊本の TGC 近く、ほんと誰もいないところに行けんだよ。最高。起きて10分で。でも透明人間で車乗って一直線でぶっ飛ばせんのよ熊本まで。道とかある一通とか、うん、そうなのぶっ飛ばせるマジで。でしょ、何百キロと。ちょっとでも手離したら出ちゃうんだよ。まあ、必ず車には触れてないといけない。触れてないといけないし、うん、だからもう本当命取りだよね。だからちょっとでも離しちゃった場合、横断歩道とか渡ってる時見えてないからバーンって事故の確率が高い。リスクは上がる、リスクは上がる、もちろん。それもリスクがつきものですから、うん、でもまあどこでもドア。だって人生楽しい、何でも盗めちゃってお金入って、そ仕事とかお金を稼ぐっていう楽しみなくなるし、誰かに会おうっていう、じゃあブラックピンクにすぐ会えちゃう、そうやって人生楽しい。ブラックピンクのライブに行けて、でチケット、うわこの席だった、うわ遠いけど会えたってなれるのが人生楽しいんじゃない。でもね、俺一つ言わせて、あやハワイとか大好きじゃん、うん、なんで好きかって、うん、まず飛行機で12時間とか。そうだよ、あそれもあります。だからどこでもドアを絶対使わないといけないっていうルールはないから、友達と行きたかった場合はちゃんと飛行機に乗って行く。だって友達にそれバレちゃった場合、うん、処刑だから。そうそう、処刑だから。じゃあトワにも絶対バレちゃダメだから、うん、とかにハワイ行きたいって言われたら、あ行こう行こうって言って普通に飛行機でそれは行く。飛行機も唯一 その楽しみみたいなところも ありますから。でもどこでもドアって逆に言うと金庫入れるから、どこでもドアで金庫とか行けちゃう、うん、しビトンも入れちゃう、うん、盗めるのは盗めるんだよどこでもドア。でも透明じゃないから盗まれるし普通に。まあそこそこ勝利。ありがとうございます。どこでもドアでした。はい、はい、ということでこんな感じで、もうなかなか面白かったですよこれ。いい動画になったんじゃないかなと思うので、ぜひ見てる家族連れの方、家族連れ限定やめて。その家族連れ限定おかしいから。ぜひ家族でやってみてください、はい、やってみてください。こんな感じで終わりたいと思います。ということでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、無駄なくお願いします。じゃーん。Body's moving to the beat. We going up. かわいいね。ベアあんま伸びてないね、毛が。いやだってあれだもん、トリミングしたから。したばっか。うん、かわいい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 、めっちゃかわいい、かわいいね。てりてりー